皆さん DCK で生のファンファーレ聞いたことがありますか？ツインクルレース開催期間中はレースを盛り上げるために東京ツインクルファンファーレが生のファンファーレを演奏してくれているんです。そんなファンファーレ隊ですが、素敵な女性がたくさんいるということなんです。皆さんも気になりますよね。早速会いに行ってみましょう。今日はこちらで秋冬用の衣装合わせ中ということで、早速突撃してみましょう。お、見えましたよ。見えました。いらっしゃいました。皆さんこんにちは。こんにちは。いや、やっぱり華やかですね。こんにちは。では皆さんいらっしゃるので、お一人ずつ名前と楽器のパートと、あと何か一言お願いしてもいいですか？はい、はい。サックス担当の永瀬めぐみです。いつも一番左でファンファーレ頑張ってます。よろしくお願いします。トランペットを担当してます、吉田梨沙です。私はラーメンとパクチーが大好きなので、毎日栄養もりもりで頑張って演奏してます。トランペットのレイチェルです。ファンファーレでは真ん中で吹いてます。最近ハマっている食べ物はサザエのつぼ焼きです。はい。トランペットの荻原和音です。梨沙ちゃんよりもっとラーメンが好きです。よろしくお願いします。トランペットのミルです。ファンファーレ隊で一番小さいのが多分私です。よかったら見つけてください。トロンボーンの岡本千奈美です。名古屋出身です。お父さんお母さん見てる、お願いします。今日はここにいるのはファンファーレ隊6人なんですけど、普段はもうちょっとメンバーがいて、そのメンバーが日替わりで、演奏しています。なんかこうまた今日は衣装合わせと聞いてきたんですけれども、この衣装っていうのはいつから着られるんですか？10月の開催からこれになります。またかっこいいですが、なんか今回の衣装の特徴みたいなところあります？黒ですね。しまった感じ。そうですね。春夏は白ベースだったので、だいぶギュッとかっこよくなったと思います。じゃあ衣装もね、皆さん楽しみに見ていただきたいなと思います。この後もちょっとこの撮影の後に、はい、ファンファーレの練習するので、よかったら見に行きますか？いいですか？じゃあぜひご一緒させていただきます。なるほど、音が漏れないように TCK の地下で楽器の調整をしてるんですね。ちょっとお話聞いてみますよ。こんにちは、お疲れ様です。楽器の練習ということでしたが、皆さんの楽器それぞれの音聞かせていただけますか？じゃあお願いします。これは何ていう楽器ですか？トロンボーンっていう楽器です。トロンボーン、なるほど。じゃあ他の楽器もぜひ聞かせてください。トランペット。トランペット、おお、かっこいいですね。これがサックスという楽器です。じゃあ3つの楽器で演奏されてるってことですね。最後に合わさった音も聞いてみたいんですが、いいですか？はい。ありがとうございます。すごい贅沢なんですが、じゃあ最後に皆さんからファンの皆さんへメッセージをお願いします。ティンクルファンファーレです。いつも雨の日も風の日も晴れの日も、雨ざらしでもファンファーレを吹いております。いつもは最後の3レースでファンファーレを吹いてるんですが、重賞日とその開催日の最終日にはティンクルステージでお見送りステージもやってますので、ぜひぜひ皆さんレースが終わった後も私たちの演奏を楽しんでいただいてお帰りいただければと思いますので、ぜひぜひ私たちに会いに来てください。ぜひ会いに来てください。ということで今日は東京ツインクルファンファーレの皆さんご紹介してきましたが、 DCK のホームページの特設サイトで皆さんのプロフィールだったり出演スケジュールもご覧いただくことができます。ぜひチェックしてみてください。 DCK で待ってます。